はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。もうすぐね、次のイベントマゼラエルゼイベントが始まるということで、非常にね興奮していますけども、今ですね、なんとかね今日もずっとプニプニやっていて194,000ポイントまで貯めました。これでラストティーライン神引きするぜ。まだまだプニプニやっていきます。目標はですね20万ポイント貯めて初日神引き狙っていくぜ。今日はですねイベントのね細かい話、必殺技だとかねスキルの話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もねぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。おはじき3タイプ？そうなんです。もう次のイベントはねおはじきじゃないかとね予想している人結構いるかと思います。ただですねおはじきにもねいろんなタイプがあります。大きく分けてね3つのタイプがあります。皆さんわかりますか？おはじき封印型、おはじき報酬型、おはじき強敵型とね、まあ、大きく分けて3つに分けることができます。おはじき封印型っていうのは、まあ、仮面ライダー01メタルクラスターホッパーのねイベント、まあ、最近ありました、まあ、この時のようにおはじきをクリアするごとにパワーを封印していって、最終的にはね隠しステージにいる激ムズの強敵、この時はですね仮面ライダー01メタルクラスターホッパーだったわけなんですけども、こちらを倒して仲間にする、そのためのね封印がおはじきと。だからね強敵さえ倒すことができれば、まあ、特におはじきは進める必要がない。これがですねパワー封印型、まあ、結構いろんなイベントであるよね。暴走カイラのおはじきイベントの時にもこのスタイルのおはじきでした。暴走カイラ自体はねむちゃむちゃ強くて通常では倒すことができません。なのでおはじきをねやって封印してやる、レベル9まで封印してやって倒すと、まあ倒して仲間にすることができると。僕はね結構このパワー封印型のねおはじきは好きなんですよ。報酬型、これが一番多いんじゃないかな。妖怪学園 Y との連動イベント、侵略魔少女降臨のねおはじきイベントがそうでした。7回勝利でもらえる SSS ランク Y 覚醒ナインテールと9回勝利でもらえる Z ランクのエルゼメキアということで、まあ、最近ではですねおはじきバトルも9回まであって、まあ、7回とね9回で大きな目玉キャラがもらえる。だからその人のさレベルに応じて、まあ、目標設定してね、まあ、僕は7回までナインテールまで頑張ろうとかね9回まで行こうって設定してですね目玉キャラをゲットする、まあ、これはですね、まあ、おはじきさえ勝てればゲットできるんで、まあ、フレンドのお助けとかでねなんとか勝ってゲットすることができる。だからまあ難易度としては低めだよね、まあ、低めって言ってもねえぐいけどね。 Y 学連動イベントのエイリアンの襲来の時もそうでした。7回勝利でもらえる SSS ランクの狂乱の花子さんと9回勝利するともらえる Z ランクのミストシャドウということで、まあ2段構えだよね。だから Y 学園との連動イベントの時に、まあ、おはじきで多いのがこの報酬型のスタイル。今回はですね新たなスタイル強敵型のおはじきということで複合したねスタイルになります。攻略チャート考えてみました。まずですねデイモンをレベル40まで倒してデイモンをゲットします。特殊能力持ちキャラマゼラレベル7を倒してティーダスをゲット、マゼラレベル9を倒してエルゼをゲット。ここまでで一応ねおはじきとしては攻略完了と。そしてまあ途中でねガチャ確率超アップが来たらラストティーラインをゲットする。そして最終目標、まあ、イベント後半にですねマップに出てくるねマゼラボルトを倒して仲間にする。だから封印型ではないんだけども最終的なマゼラボルトを倒すためにはおはじきをクリアして特殊能力持ちキャラをねゲットしてそれを使って倒すというね、これはねおはじきでは今回が初めてだと思います。ちょっとね僕の記憶違いだったらすみません。
ブラックデイモンの HP は今までと同じレベル50で 33,950。 もしかしたらこれね、少し上がる可能性はあります。強い方のマゼラボルトの HP は前回のエルゼミキアが69万9000だったので、まあ、今回はね少し上がって70万ちょっとぐらいかなと思います。まあえぐいよね。まあフレンドと協力してやりたいなと思います。今回特殊能力持ちキャラなんですけども、ブラックデイモンとのおはじきバトルでダメージアップが巨人とコマジロ、マゼラボルトとのおはじきバトルでダメージアップがラストティーダイン、DS ゾディアック、リトルコマンダー、デイモン、この4体となっております。今回はね、まあ、正直ブラックデイモンをね倒すのが大変なんじゃないかっていうのもね、この巨人は追加キャラなので、まあコマジロだけでやっていくのかっていうね。だからマゼラボルトもね倒すのは大変なんだけど、通常のさ敵が倒せなきゃさ、マゼラボルトまでたどり着けないからね。だからそこがね少しちょっと難易度的にはね難しい。今回の妖怪大辞典の追加は9体でした。ダブルゼーターが2体と Z ランクが3体、そして途中追加ね、不思議族の SSS ランク雪の巨人が2月9日、そして SSS ランクが2体、 SS ランクが1体となっております。ちょっとね詳しくね見ていきたいなと思います。今回ね僕が注目しているキャラは、まずは1つエルゼ、ランクダブルゼーター、種族はプリチ族、必殺技はですね大量プニ消し、まあよくある必殺技だよね。そしてスキルは自身のプニがつながりやすくなる。特殊能力はですねマゼラ、まあステージのね強い方の敵に対して、まあ、ダメージダウン、入手方法がおはじきのレベル9報酬ということで、だからおそらくね隠しステージのマゼラ、隠しステージじゃないな、まあ強敵枠のマゼラはむちゃむちゃ強いので、まあおはじきレベル9まで行ってで倒すのがね、まあ、一番手堅いかなと思います。今回ねマゼラは仲間にしないといけないので、1回倒すだけではダメなんですよ。周回必要だからね。しかも、まあ、レアなね秘伝書とか落とすんで、まあ、やり込み要素としておはじきレベル9はね今回必須かなっていうね気はしてます。そしてこのエルゼ、スキルがねつながりやすくなるということで、まあ、そのスキルレベルを上げることでこのマゼラをね少し倒しやすくするっていうね、まあ、そんな効果もあるのかなと思います。同じ必殺技を持つ妖怪としては、学校がエンマ、ダブルゼータ、神妖魔ヒカキン、ヒカキンさんで同じなんですよ。ダブルゼータの仮面ライダー天王クライマックスフォーム、暴走ノルカソルカ、 DSギャラクシーということで、結構ねいっぱいあります。ダブルゼータ以上でこれだけあるんで、まあ特にね珍しい必殺技ではないかなという気がします。同じスキルはですねこちらもね結構あります。ただダブルゼータは赤い周一1体だけです。ランク Z のミケッティオ、ワールドボーイ、獣神カリンデ、プレイステーション5ノクティスとね、この5体、まあだからスキルもね結構あるんですよ。まあただね今回プリチーのダブルゼータということで、まあ初なので、まあこれはねゲットしたい。ラストティーダインダブルゼータのポカポカ族、必殺技は全消しプラス3種類の妖怪プニを整理する、スキルはフィーバーゲージが溜まりやすい、特殊能力はマゼラに対してダメージアップ、そしてマゼラのねおはじきに対してもダメージアップがあります。入手方法はガチャからということで、今回ね初日ガチャでラストティーライン引ければもうイベントはね勝ったようなもんですよと思いきや、それは今までの話。最近はさガチャからねダブルゼータの特攻引いてもさ倒せないんですよ。だから今回もねこれ引いたからといってステージのねマゼラが倒せるとは到底思えません。だから全部やれってことか。同じ必殺技を持つキャラとしては大王軍義経、これねまだ僕ねゲットできていません。まだ1日あるので諦めてはいないんだけど、だから代わりにと言ってはなんだけどラストティーライン欲しい。
ランク Z の弁財天モンストコラボキャラダブルスキル、勇ましランク Z のミケッティオ、 Y 覚醒リトルコマンダー、このあたりがね必殺技同じです。ちなみに Y 覚醒リトルコマンダーはこの前傾しとね整理する必殺技が出た初のねキャラとなります。同じスキルを持つキャラとしては、ヨーマケツキヌラリヒョン、花坂丸、Y 覚醒獅子王、弁財天、ユウ、このあたりがね同じスキルかなと思います。そうなんだよね、まあヨーマケツキヌラリヒョンにしてもね、これニャンボのキャラなんで、まあ僕はね無課金単発で神引きしましたけども、だからこのニャンボ級のスキルが来たってことは、これはねかなりおすすめキャラじゃないかなと思います。マゼラボルト、今回ねこれがね一番の目玉キャラかなと思います。ランク Z の豪傑族、必殺技は攻撃力アッププラスデカプニを作る、スキルはサイズ4以上のデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる、特殊能力は獲得 Y ポイントアップ大です、入手方法はマップ。そうなんです、皆さんもお気づきかと思いますが、ランク Z 以上で攻撃力アッププラスデカプニを作る、この必殺技は初登場になります。なのでしかもさ、むちゃむちゃスコアタック向きだよね。今回も Y 学限定のスコアタックあるんで、まあスコアボーナスもちろんつくんだけども、プラスアルファでこの必殺技やばいよね、必須です。同じ必殺技を持つキャラとしてはドルルーですね、 SSS ランクのニョロロン族、 Y 覚醒モモ、このあたりが同じ必殺技になります。そうなんです、今までねこの攻撃力アッププラスデカプニを作る必殺技は SSS ランクまでしかありませんでした。だからさ、これはね欲しいよね。同じスキルを持つキャラとしては大王美写アシュラ、変身スキル、今やってるイベントまだ間に合います。ダブルゼータの暴走魔天空なき、ダブルゼータアースウォーカー、ダブルゼータのブルームーンということで、デカプニを消すとそのデカプニが降ってくる、このスキル自体はですね、まあダブルゼータ以上でもね結構あるんで、まあそんなに珍しいスキルではないのかなと思います。今回の目的はもうここまで話せば一つしかありません。強敵枠のマゼラボルト、これをねゲットする、もうこれに限る、うざいのである。まあね、一番の目玉キャラがガチャじゃなくてマップ、まあでも実質ガチャみたいなもんだけどね、まあマップというのはね、まあ、一応ワンチャンあるので、まあ、これはね嬉しいかなと思います。もう頑張ってね2週間かけてやりますよ。ただそのままでは倒せないので、これはエルゼね、ダメージダウン、そしてラスト T ラインダメージアップ、この2体をゲットしてまあ挑戦していく、まあ、そんなスタイルになるのかなとは思います。さあ皆様ね、次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか、コメント欄で教えてください。以上コナンでした。まだまだ Y ポイント稼ぎ頑張ってやっていきます。